子どもたちが主体となって自分で学習を進められる、子どもたちが自分たちで道を切り開けるような、そういった学習を学びをできるような環境を作りたいと、そのために端末をどう使うかというようなところに力を入れています。前の時まではウイルス対策ソフトを1台1台に入れてたんです。そういった手間っていうのはすごく負担になってたな。で今回クロームになってその苦労が減ったっていうのはあるかなと思います。端末1台1台を直接触ることなく管理コンソールで一元管理できますので、どの端末にもこちらが意図した設定を当てることができますので、大きく労力を少なくすることができます。ウイルスソフトが必要でなくなりましたので、その分はランニングコストは大幅に下がりました。ウイルス対策とか安全対策、子どもに任せとけばいいのかなっていうふうなスタンスですね。子どもの学びはどこでもでしょ、そしたら学校と家庭とリンクしなきゃいけないですよねっていうことで家に持って帰るっていうのをデフォルトにしました。管理が簡単になっているっていうのは、学校は何も意識をしていません。で何も意識をさせないことがいいことかなと思ってます。学習の幅がすごく広がったなと思います。家でする時間がもっと効果的にもできますし、教室での学びがすごく充実するなと思います。それが可能になるのはやっぱり Chromebook があって、家での学習が充実した結果かなって思います。メールにしてもチャットにしてもものすごく便利なツールであるということは分かっています。やっぱり最初はかなり制限してました。便利なツールであることを悪用しないように、子どもたちのコンセンサス、リテラシーが上がった段階で少しずつ使いをしていこうかな。竹内さんの場合はまず例えばチャットを制限している、だけど状況によっては設定を変えていく、そうした時に教育委員会だとか担当の方とかがすぐ変更できるような仕組み、仕掛けを作っていらっしゃるというところは特徴だと思いますね。学びの主体を子どもに委ねる、全てこれもダメ、あれもダメということではなくて、きちんと子どもたちができるようになったらその制限を解くみたいな、そのルールをうまく実態に合わせていくということが大事だと思いますね。